多賀タカは、室町時代後期から、戦国時代前期の武将、京国大河和の子。多賀氏の一派、多賀文後の神や当主で、大見京国氏の重臣。二度にわたって、室町幕府京都侍どころ所次第を務め、名所次第として知られる。通称は新左衛門、あるいは官位である、文を守る。法号は、宗本。号は大元。主君の京国持ち氏は、 いとこでもあり、その片腕として活躍した。干渉3年10月5日に、京都侍所諸次第を任ぜられ、土一期鎮圧と治安維持で名を挙げた。しかし、文章元年12月、持ち氏が遠略寺と衝突して失脚するとともに解任された。翌王人元年に王人の乱が勃発すると、持ち氏と共に一万の兵を率いて、細川勝元ら東軍に属し、 西軍の六角高頼らを圧倒して、山城に匂い竹城を築いた。文明元年には、六角氏の本拠である観音寺城を一時制圧して、八大将軍、足利義政から直々に勘定を授けられた。翌年に、持清が病死したため持ち、清のこの生計を、日後擁立し、西軍側の京国高頼、京国正光、六角高頼田賀清鹿、 胸直布志らの勢力に対し一時は、優勢を保つも、文明4年に敗走し、生計とともに、越前国へ逃れた。文明7年に、京国史所領の出雲国の国人を擁して再起し、六角高頼らと戦って、勝利を収めたが、西軍の時なりよりと、斎藤明鎮、柴吉門が、六角の援軍に着いたことにより劣勢となり、 三沢氏ら有力国衆も戦死して敗退した。文明9年に応仁の乱が終結したが、その後も本拠である大見犬神軍甲羅荘下野郷には復帰できず、京都での陰性生活を余儀なくされていた。文明17年4月15日、室町幕府に召されて2度目の京都侍所主大を任ぜられると、幕名を受けて、山城国内の土一揆を鎮圧し、 京都市中の再建にも尽力していたが、翌年に死去した。去年六十二、墓所は京都市下京区境町の総泉寺にある。子孫は室町幕府に仕え、大見高島郡に拠点を移した。高忠氏は武家古実に明るく、小笠原持町に休日を学び、高忠氏聞き書きを表した。高忠氏聞き書きは、休日における、研究資料。 および当時の古実を知る資料として現在まで重要な役割を果たしている。この他に和歌、レンガにも通じるなど当時の知識人の一人であった。ありがとうございます。